laughs and the beers in the air.引き続き、行方不明機のニュースです。お伝えしたように、昨日未明に消息を絶った旅客機の行方は、依然として分かっていません。行方が分からなくなっているのは、ノースアジア航空からの大型旅客機で、成田を離陸後、周遊機のアンカレスに向かう太平洋上で消息を絶ちました。関係省庁では、何らかの事故にあった可能性があります。
また現れなさったのか。もしそこのお方、ご様子から察するに異邦より参られたお方かと存じます。この先に落ちたあの空飛ぶ船、ご無事だったのはあなた様だけの様子。ここは鉄の廟と呼ばれる廃墟。あなた様のような異邦人がかつて砦としていた場所でございます。いや、そんなことより悪いことは申しません。直ちにここをお立ちなさい。あなた様は異邦人。この地では特別な力を持つお方。空飛ぶ船が落ちたのを見て、よからぬ者が追っ手を差し向けたはず。あなた様のように素晴らしい方を強欲者に渡すわけには参りません。案内は私がいたします。ともかく北へ北へと逃れなさい。
ご覧になれますかな。あれはすべて異邦から降ったもの。はるか昔、大いなる者が神の座を脅かしたことがございました。企ては失敗に終わったものの、集められた力は爪痕を残し、こうして世界に入った風穴として異邦に通じ通るまでも最も悪いことばかりではございません。こうしていろいろなものが降ってくれば貧しい者たちには恵みとなりますし、こうやってお前を見つけられたんじゃからの。地に落ちるのを待っておった。しかし肉のお前に用はない。黙って魔物の餌になれ。安住だ。すぐに済む。残りも一気に片付ける。そこのあなた、手を貸して。その魂はわしの。黙れ。そのまま立ち去りなさい。また現れたら消し飛ばしてやる。恐ろしくたけだけしい娘御じゃ。さすがは器を持つ者。まあよいわ。わしの時間はまだたっぷりと。
大丈夫？間に合ってよかった。お礼はいらないわ。異邦人ギルドの団員として当然のことをしたまでなんだから。私は月貞リュウ。よかったらリュウと呼んで。それであなたは？うん、これからよろしくね。私もあなたと同じこの世界に迷い込んだ異邦人よ。他にも話すことは山ほどあるけど、まずは外に出ましょう。さっきのあいつがまた魔物を連れて戻ってきたらまずいし。わからないけど、ここではいろいろなことが起きるの。本当に向こうでは想像もしなかった不思議なことがいろいろと。出口は西にある。行きましょう。ごめん。
ここが町へ通じる道。外に出てしまえばもう安全よ。